皆さんこんにちは、星の子です。新年明けましておめでとうございます。ということで2019年初の投稿になるんですけど、今日はじゃーん、スナイデルの福袋をね買ったので、こちらの福袋の中身を紹介して、最後にこちらの福袋の商品でコーディネートを組んでみたいと思うので、ぜひ最後まで見ていてください。それでは早速スタート。なんか緊張する。なんでだろう。元旦と2日休んでたんですよね。動画を撮影も編集もせずにぐーたら寝たり、実家に帰って美味しいものを食べたり。ただこの2日間休んだだけで、すごい久しぶりに動画に触れる、 YouTube に触れる気がします。緊張。うん、今日からまた動画を楽しんで頑張ってやっていこうと思います。すごい変わった素材の袋になってます。かわいい。じゃあ早速開けます。すいません、前置きが長くなってしまって、まだちょっと私開けてなくて見てないんですよ。1つ目、じゃーん。なんだこれは。おー、めっちゃモコモコふわふわの首に巻くやつ。キャーン、かわいい。うーたんこれ気持ちいいよ。元の定価の値段とか書いてないですね。続いて、ん？はーい、こちらこんな感じの薄手のニットですね。グレーの首元が結構開いてますね。手の袖の部分が手首にかけてフレアになってます。女性らしいシルエットですね。次、あーかわいい、これめっちゃかわいい。じゃーん、チェックのガート。わ、かわいい。これこの洋服にも合う。こういうグレーのニットとかでも、黒のニットでも何でも合わせやすいかなと思います。見えますか、ピンクと紫、そしてグレーと、でここがちょっとブラックに見えるかもしれないんだけど、ここはねめちゃくちゃ濃いめの紫っていう感じのカラー。これも後で着てみます。そして4着目、あらかわいい、黒いシンプルなワンピース。あーかわいい、なんか授業参観とかに着ていきたい。バースデーバッシュでも最近この形に似たワンピースを白と黒色違いしたぐらい好きでハマってて、最近そればっかり着てるんですけど、バースデーバッシュはニット素材なんだけど、これはスウェット素材、シンプルな黒いワンピースでした。これも後で着ますね。続いて、次5着、続いて5着目。お、私が最近好きな色、今んとこハズレがないというか、全部自分好みなんですけど、じゃーん、あらかわいいパープルのシンプルなスウェット。寒いんだけどちょっと春を意識したいみたいな時、こういうカラーめっちゃいいですよね。これが何着目だっけ、もういい加減にして。あ、そう、今の5着目だから次6着目。あ、次が最後ですね。コートですね、これは。てか薄いね、紫色だね。こんな感じ、こういう丸首になってます。福袋ってどうしてもコートが入ってると、コートはシワくちゃになりがち。ちょっと上からアイロンして使おうかな。はい、全部で6着入ってたんですけど、今しか着れないっていうものじゃなくて、これから寒くても春先にかけて着れるようなアイテムが全部ね揃ってたので、あら、うーたんすごくありがたい福袋だな。福袋、とってもありがたい福袋だなって思いました。じゃあ早速こちらをコーディネートを組んでみたいと思います。じゃあねー。はーい、パープルのトレーナーを着てみました。これね、着てみたらもうめちゃくちゃ可愛くて、この鎖骨が見えてる感じもすごい女性らしいし、手首の部分、こういう感じになってます、袖が。可愛いですよね、この形が。丈感もそもそも短いんだけど、インしてます。まあなんかパープルにちょっとシルバーの靴を合わせてみたんですけど、足をちょっと長く見せたいなと思って、靴下はあえて黒にしてます。で、もしこれにアウターを合わせるとしたら、こんな感じです。グレーとパープルってね、めちゃくちゃ相性が良くて、今回は紫とグレーのファーの合わせ方にしてみました。黒いワンピースを着てみると、こんな感じで、あー、かわいいですね。こういうフレアになってるの大好き。靴、こちらね、インスタで結構載せてほしいっていうね、声があったので、ちょっとついでにチラッと、はい、写しておきます。こんな感じで、最近去年のクリスマスの時に自分でご褒美で購入しました。はい、綺麗めなワンピースでお上品な感じなので、これにアウターを合わせるとしたら、じゃーん、こんな感じ。とショッキングピンクっていうのかな、赤に近いショッキングピンクのアウターを合わせてみました。これはね、一昔前のミーヤで購入しました。これにこのグレーの先ほどのファーを合わせてもめっちゃ可愛い。このね、ファーのねマフラーがすっご
ごいあったか。巻いた瞬間、もわーってあったかくなります。2着目はこんな感じでした。はい。3着目はこちらです。こんな感じ。ちょっとね、このスカートがパッと見、すごいちょっと暗い色なんですけど、この線にね、ビビットピンクというか明るめのピンクが入ってるので、このピンクに合わせたニットを上に合わせてみました。これ肩が開いてるんだけど、このニットももう3、4年前ぐらいのスナイデル。一見ちょっと綺麗めなスタイルなのかなって思うけど、靴はスポーティーなソックススニーカーを合わせました。靴は展示会行った時にオーダーしたんですけど、去年の AW の靴かな。はい、こんな感じのコーディネートになりました。アウターを合わせるとしたら、白いダウンを合わせました。このダウンを着ることで一気になんかカジュアルな感じになります。タイトスカートって綺麗めにも着れると思うんですけど、私は結構カジュアルに崩して着るのが好きです。あ、このダウンはね、去年のミラオーエンのやつです。じゃあ、3着目はこんな感じでした。はい、4着目かな ?4 着目。グレーのトップスにめちゃくちゃハイウエストなワイドロングパンツ、これもスナイデルなんですけど、こちらを合わせてみました。どうでしょうか。かっこいい感じに決めてみました。こちらのラメのサンダルもスナイデルです。こうやって見ると私結構スナイデルのもの多いかもしれない。このパンツも最近購入したんですよね。これのショッキングピンクもあって、ショッキングピンクも欲しかったんですけど黒にしました。これにこういう感じでライダースで合わせるとさらにかっこいい感じに決まるかなって思います。ちょっと今の時期だとライダース1個じゃ寒いかなって思うので、ライダースの上からさらにこういう黒いもじゃもじゃのアウターを合わせてきても可愛いかなって思います。このダブルで結構あったかいので、この時期ねライダース1枚じゃ寒いなって時はこういうもじゃもじゃ系のカーディガンなのかなだったりとか、厚手のニットを上にこうやって着たらこの時期でもライダースが着れちゃう。はい、ということで4着目はこんな感じでした。はい、ということで最後5着目こちらのアウターを着てみました。こういうね淡い色、薄い紫とか薄いピンクとかそういう淡い色を可愛らしく着こなすのがちょっと私は苦手でございまして、なのでちょっとこういう淡い色とかにあえてこういう黒合わせて、黒いニーハイブーツを履いて、ちょっと淡い色着てるんだけどかっこいい感じの、はい、コーディネートにしてみました。はい、いかがでしょうか。じゃあこんな感じでした。これね、ほんとちょっと暖かくなるまで使えるアウターなので、もうめっちゃ嬉しいこのアウター。はい、という感じでどうだったでしょうか。一つ一つのアイテムが春先まで使えるっていうのと、あと着回しがすごくしやすいアイテムだなって思いました。もう大満足、大満足の福袋でした。ということで今年はね、スナイデルの福袋だけだったんですけど、皆さんまだね、福袋買ってない人、ゲットしてない方はぜひ参考にしてみてください。ということで、この動画が良かったよって思ってくれた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また。